はい、こんにちは。大阪市住吉区にあるリウハリキュー世帯院長の笹原健太郎です。本日は胸郭出口症候群っていうのを自分で治す方法についてお伝えの方をしていきます。で、胸郭出口症候群っていうのは何かというと、例えば腕がしびれるとか、この腕にすごい痛みが出るとかですね、もしくは首肩の方に痛みが出るっていうのは、例えば頚椎ヘルニアとか頚椎症という首から来てるって思う方多いと思うんですけども、実は首だけじゃなくてこの胸郭出口症候群っていうのが原因で、その首肩の痛みとか腕の痛みしびれにつながってるケースも多いんですね。なので今日はその胸郭出口症候群っていうのは何なのか、でそれをどうやって解消するのかっていうのをちょっと具体的にお伝えできればなと思っています。じゃあ胸郭出口っていうのは何かというと、首から神経って出てるんですけども、首の神経って要はここから腕に行くんですね。で、この腕に行くまでのポイントがあって、そのポイントで神経を圧迫して症状が出てるケースっていうのが実は多いんですね。その腕に行く神経を圧迫するポイントっていうのが大きく3つあるんですね。なのでこの3つそれぞれの対処法ですね、解消法というのをちょっとお伝えの方をしていければなと思います。まず一つ目っていうのが斜角筋っていう、この斜角筋っていう筋肉なんですけども、首のところにあるんですね。この斜角筋の前斜角筋、中斜角筋っていうのがあって、その隙間から首から出る神経が腕の方に出てるんですね。で、その神経だ、筋肉が硬くなるとその神経を圧迫して、その首の症状であったり肩の症状ですね、もしくは肩甲骨周りの痛みとかにもつながってきます。なのでこの斜角筋の緊張を取るっていうのがまず一つ目大事になってきます。次二つ目のポイントが肋鎖っていう肋骨と鎖骨の間ですね。その肋骨と鎖骨の間が狭くなることによって神経を圧迫して症状が出るっていうケースもあります。これは特に女性の例えばなで肩とかで肩が下がると鎖骨の位置が自然と下がるので、この鎖骨の下から腕に神経が出てるので、そこで圧迫されて症状が出るんですね。これが2つ目のポイントです。で、最後3つ目が小胸筋という筋肉ですね。で、この小胸筋っていうのはこの胸の肋骨から肩甲骨の内側の右行突起っていうところにつくんですけども、この右行突起っていう突起がこの鎖骨の外の奥側にあるんですけども、この間ですね、間を通って腕に神経がいってます。なのでこの小胸筋っていう筋肉も硬くなると腕の症状とか、先ほど痛みとかしびれの症状につながってきます。主にこの3つのポイントですね、3つのポイントっていうのが胸郭出口症候群で大事になってきます。なので今からこの3つのポイントを1つずつですね、解消法のをお伝えしていきます。まず1つ目の斜角筋ですね。斜角筋っていうのはこの首の、先ほどお伝えした筋肉なんですけども、この首の筋肉っていうのはきつく刺激すると症状が悪化するケースが多いです。特に神経が圧迫されると神経自身っていうのはすごい過敏になっているので、変に刺激する、もしくはストレッチを入れることによって症状が悪化するケースがあるんですね。だから強いマッサージとかストレッチとかは、その神経の症状、腕とかにすごい痛みしびれが出ている場合っていうのはやめるようにしといた方がいいです。じゃあそういったことせずにどうやってするのかというと、筋膜ってとこを緩めていくんですね。で、筋膜っていうのはどうやって緩めるかというと、もう首のところを引っ張るぐらいです。ぐーっと引っ張る、で引っ張りながら深呼吸するですね。深呼吸することによって筋膜っていうのは剥がれやすくなります。で、深呼吸しながらゆっくり引っ張って10秒間ほど引っ張る、で戻す、で引っ張ったら次また下のところを引っ張っていくですね。で戻す、これをこの鎖骨の上のところですね、上のところまでしっかりとやるようにしてください。
で、これを10秒伸ばして話すを2往復ほど行うようにしてください。こうすることによって筋膜っていうのは緩みやすくなります。その緩みやすくするのは引っ張りながら深呼吸ですね。深呼吸すると癒着いうて筋膜のくっついたのが剥がれやすくなります。なので深呼吸しながら引っ張るってのを繰り返してください。で、さらに筋肉も軽く斜角筋で筋肉を緩めたい場合は反対の手でこの手のひらの指先の部分ですね、ここの部分を全体的に当てて、もう左右にさするようにしてこう刺激してあげてください。これも左右10回ぐらい、10往復ぐらいですね。で、これもできれば呼吸を深くしながらすることによってしっかりと斜角筋を緩めることができます。これがまず斜角筋の、緊張を取る方法ですね。で、次2つ目のポイントの肋骨鎖骨の間、ここはどうするかというと、先ほどもお伝えしたように要は撫で肩になって肩の位置が下がることによって神経が圧迫されるんですね。だから肩の位置を上げる筋肉っていうのがあって、それが僧帽筋という筋肉です。要は首から肩に出走ってる筋肉なんですけども、そこを使ってあげることによって肩の位置っていうのは上がりやすくなります。なので何か重りとかですね、ペットボトル とかでいいですので、ペットボトルを両手に持って持ったまま肩をぐーっと上げる。で、ストーンと下ろす。肩を上げて10秒間ほどキープしてください。10秒間ほどぐーっとキープして、で、下ろす。これを3セットですね。1日3セット行うようにしてください。で、結構これさっきの鎖骨が下がって症状出てる方っていうのはこれするだけで疲労感が出たりします。なぜかというと普段肩が下がって僧帽筋という筋肉を使えてないからですね。で、この肋骨鎖骨の間の圧迫が原因の人っていうのは鎖骨をぐーっと下げるとしびれとか痛みが悪化するケースが多いです。もうそういった方確実に肋骨鎖骨の間で圧迫しているので、先ほどお伝えした僧帽筋ですねっていうのを使ってあげるようにしてください。じゃあ最後3つ目のポイントが小胸筋という筋肉ですね。で、ここはどうやって緩めるかというと、まず鎖骨の外側ですね、外側をたどっていくとぴょこっとへこむところがあります。ここが小胸筋がつくところなので、ここをじわーっと圧迫してあげる。圧迫すると結構痛気持ちく感じるので、そこで止めて10秒間ですね。で、これもなるべく深い呼吸にしながら10秒間圧迫してください。で、これで圧迫することによって小胸筋っていうのは緩みやすくなります。で、その後にできればここを伸ばすストレッチですね。で、それはどうやるかというと、もう肩を後ろに持ってきて手で組んでグーッとするとかですね、もしくはこの壁に手をついて体をグーッとひねるですね。で、肩甲骨を内に寄せるとこの前っていうのがしっかり伸びます。ただ先ほどもお伝えしたように、神経の症状とかがきつく出てる場合っていうのはストレッチすることによって症状が悪化するケースもあります。なのでストレッチしようとした瞬間に痛みとかしびれがきつく出る場合っていうのはストレッチは絶対控えていただいて、先ほどの圧迫ですね、圧迫で緩める程度にしておいてください。で、筋肉緩んで神経の圧迫っていうのが減るとストレッチしてもそういった痛みの悪化とかが出なくなるので、そうなってからストレッチをしていく。で、しっかりと緩めていくってことをしていただければなと思います。なので胸郭出口症候群、今日お伝えした3つですね、3つのポイントっていうのを抑えてしっかりと対処することによって、首肩の痛み、あと腕の痛み、しびれの症状っていうのが解消されるケースが多いですので、ぜひ、実践していただいて、お悩みの症状改善につなげていただければなと思います。ただあまりに症状がひどい時、もうちょっとするだけで
腕とかに痛みしびれが出る場合っていうのはかなり悪化してますので、その場合っていうのはこういった専門の治療院であったりとか、あと病院でちょっと MRI 取ってもらったりとかレントゲン取ってもらうってことをして、ちゃんと診断を仰ぐようにしていただければなと思います。で、当院のホームページとかですね、ホームページであったりとか LINE の登録っていうのを、無料の LINE に登録いただくと無料で相談できるんですけども、そちらの方下の説明欄ですねにリンク貼っときますので、興味のある方はぜひそちらも覗いていただければなと思っています。はい、では以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。